皆さんこんばんは、スルメです。雪だはい、雪が積もりましたのでね、今回もサブ島のスライムイナイトから楽しんでいきたいと思います。ベーグルちゃんが帽子とかコートを着ててめちゃめちゃ可愛いんですけど、はい、今回はねサブ島初の雪を楽しむのと、そしてですね新住民のマサちゃんに会いに行きたいと思います。めちゃめちゃ楽しみ。では本日のお知らせです。今日スライムイナイトにマーサさんという方が新しく引っ越してこられました。やったー、ようこそマーサさん。住民一同新しい仲間を歓迎いたします。それでは本日も楽しい一日になりますように。あ、雪が積もったみたいな報告はないんだねはい、ではねサブ島初の雪景色楽しんでいきたいと思います。でもね、ちょっと寒そうだね、なんかこの格好ねちょっと寒そうだわ。ちょっと着替えてきます。コートにしてきました。母から来てましたね。窓の外、降り積もる雪眺めつつ我が子を思い糸を編む夜、風邪をひかないように母より。糸を編む夜ということはセーターかな、プレゼントは。なんでしょう。あ、母の手編みのセーターだって。ちょっと着よっかな。あー、いいね。でもちょっと寒そうやっぱちょっとコートじゃないとね、寒そうですよね。ちょっとあなたも寒そうだね、ちょっとね。それではですね、ちょっと新住民のマーサちゃんにね会いに行きたいと思います。そう、前いたドミグラとね交換になったので、マーサちゃんもねこの丘を越えるちょっと奥まった僻地にね住んでもらうことになってしまったんですけど、こちらがマーサちゃんのお家ですね。え、なんかさ、シックな感じで可愛らしいお家じゃないですか。よし、では遊びに行きましょう。お邪魔しまーす。やっほー、わー、かわいい。お掃除してますね引っ越してきたばっかりなのでね、段ボールしかまだないんですけど、お掃除してて偉いね。あ、かわいい。このさ、びっくりするとさ目が赤くなるところもね、最初びっくりしたんだけど、めちゃめちゃ可愛いよねあ、可愛い。この顔もめちゃめちゃ可愛いな。前回の動画でこのマーサちゃんがねキャンプサイトに遊びに来てくれていて、一目惚れして勧誘したんですけど、多分ねまだわからないマーサちゃんの魅力がいっぱいあるんじゃないかなと思うのでね、これから仲良くしていきたいなと思います。あ、来てくれたんだ、スルメちゃん。速攻引っ越してきちゃったよ。なんか悪いね、こんな雪がさ降って、雪積もってるこんな悪天候の中さ来ていただいてありがとうね聞いてた通り超いい感じの島でテンション上がってる。ほんとよかった。同じ島の住民として仲良くやってこう。部屋の片付け終わったらまた構ってよな。かわいい。構う構う。あの机にこれを組み合わせれば最高に可愛いじゃん。やっぱあたいってセンス良すぎ。あ、何、乙女のつぶやき聞いてたの。もう照れるじゃん。え、なんかめちゃめちゃお部屋楽しみだな。今あたいの頭の中にあるマーサワールドを再現するのに大忙しなんだラン。え、可愛すぎるんですけど。え、ちょっとどんなお部屋になるのかめちゃめちゃ期待してしまう。それじゃあマーサワールド楽しみにしてます。お邪魔しました。いや、マジでほんとさ、なんか申し訳ないタイミングで引っ越してきてもらったかもしれないねこんなさ雪積もった状態で、まあ、どうやって引っ越ししてきたかわかんないですけど、荷物の運搬とかもねあっただろうしさ、この丘もさ越えなきゃいけなかっただろうしさ、ちょっとマーサちゃんにはちょっとね、あのご足労かけたかもしれない申し訳ないね。まあでも、そう、雪が積もってるということは、そう、あのね、ちょっとまだ見かけなかったんですけど、雪玉がね、どこかにあるはずなんですよ。雪玉を大きくして、そう、雪だるまさんにね、会えるはずなんですよね。そう、さっきからね、ちょっとさらーっと探してるんですけど、雪玉がね、見当たらないんだよな。雪のね、結晶とかは、ちらほらあるんですけど。雪だるまに会うのはね、そう、もちろん去年の冬ぶりですし、このサブ島ではね、もう初めて会うので、めちゃめちゃ楽しみ。タモツも雪玉探しかな。寒ー。でもまだまだ遊ぶぞ、うひょ。あ、やっぱ寒いんだ。
手持ちでも寒いんだ。あ、あったー、待って、やっと見つけた雪玉やったー。これね、そう、雪が積もってる時しか現れない雪玉をこうやって大きくして雪だるまにしていくっていうやつなんですけど、あれ？でもちょっと待って、雪玉さ、近くにもう一個あるはずというか、そう、2個セットのはずなんですけど、もう一個見当たらなくない？あれ、お花のどこかな？あ、いた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 、いましたいました、この白いお花と雪の間に隠れてたわよし、これをそう雪だるまにすると、そう雪だるまさんができるんだけど、え、でもまたどこにしよう、え、どこに置こう、なんかこんな中途半端なさとこに作ってもしょうがないよねあ、でもここね、ベーグルちゃんのお家なんですよ。ベーグルちゃんのお家の近くに作ってあげようかな、せっかくだしね。しかもここだったら、もしかしたら新住民のマーサちゃんがそこのね上にいるので下に降りてくるときにお目にかかれるかもしれない。なんかこうやって作ってたらレイコに見えてきたな正直ね、雪だるま作るのめちゃめちゃうまかったんですよ、去年まではもう完璧な雪だるまをね作るのがうまかったんですけど、でもちょっと1年経ってますからね、前の冬から、ちょっとその腕がねどうなってるかわかんないんですけど、やっていきたいと思います。あ、でもなんかいける気がすれば、もうこれ完璧じゃない？ちょっと完璧なねクオリティですね、これ。ちょっとごめんなさいね、失敗見たいかもしれないけどね多分完璧ですわこれ。はじめまして、ナズラ、やっと君と喋れるようになったです。え、嬉しい。初めてだとこんなこと言ってくれるの？行き止まとして転がされてる時から、今か今かと誕生の瞬間を待ちわびてたズラ。ほんと？めちゃめちゃ可愛い。びっくりしただすか？わらは見ての通り雪だるまズラ。短い間だすが、これからこの島でお世話になるズラ。作ってくれてありがとうだす。お礼にとっておきのアイテムの作り方を教えるズラ。三段雪だるまの DIY レシピだす。後でスマホ見ておくズラ。あとこれもあげるズラ。そのアイテムを作るのに必要な雪の大結晶だす。あれ？初めて作ったから、もしかして雪だるまのさクオリティの評価がない？持ち物に入れておいたズラ。これを使ってオラ直伝のアイテムを作ってくれだす。あ、それにしても君、本当に雪だるま作りは初めてだすか？完璧ズラ、やったあふれんばかりの才能を感じるだす。将来が楽しみづらいよ、だってですよね、完璧だわこれ。やっぱちょっと雪だるまマスターのね名はね、1年経ってもね変わらなかったですね。イエーイ。あ、ねいこー、ほらほら、後ろ姿ほぼ雪だるまなんならちょっと見た目もちょっと似てるよね、雪だるまに。スルメちゃん遊びに来てくれてありがとね。けどスルメちゃん爽やかだね。そのノーカラーコートがそういう風に見せてるのかも。あ、褒められた、ありがとう今もらった三段雪だるまもう作れんのかな。あ、雪の大結晶1と、あ、雪の結晶6で作れるんだ。じゃああと今3持ってるから、あと3つゲットすれば雪だるまが作れるな。そっちの雪だるまも作ろう、せっかくだし。あったあったあった、よいしょよいしょ、ほい、オッケー、来ました、三段雪だるま作ろう。え、どこに飾ろう。え、でもなんかせっかくだから私の家の近くがいいな。え、まあでも家の前とも思ったけど、広場とかもありかもしれん。ちょっとみんながよく目にするところなのであ、でもここにあっても可愛いよね。はい、ということでですね、今回は雪が積もったということで、サブ島初の雪だるま作り、そして新住民のマーサちゃんがね我が島に引っ越してきてくれました。はい、まあ積もりはね、こうやって季節によって雰囲気がガラッと変わるのが本当に魅力だなと思うので、まあ、今後はこの雪景色をね楽しんでいきたいなと思います。はい、こんな感じでゆるっと楽しく積もりやってます。この動画が少しでもいいな、雪だるま大成功おめでとうって思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いいたします。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメです。